ペリューのモスク本項目では、ペリューのイスラム教について記述する。1980年以降の統計によると、首都リマを中心に、総計5000人のムスリムがいるという。今日ではほぼ全てが、シリア人やレバノン人、パレスチナ人の血を引くものの、伝統的に、スペイン系文化人の影響を受けてきた。 ペリューのスペイン人支配者は1560年、グアダラハラ出身のムーア人とされる、ロペデラペーナに、クスコでイスラム教を広め実践したとして、終身刑を言い渡したのみならず、当国中はずっとサンベニートの着用を求めた。ペーナの仲間で、スペイン人、フアンソラーノと、黒人女性との間に生まれたムラートである、ルイスソラーノも、 イスラム教の不況により同様の有罪判決を受けたが処刑を余儀なくされている。スペイン人の支配下で迫害が強まるにつれ、ムスリムはキリスト教に改宗したこともあり、最終的にはイスラム教が国内から消滅。ペルー人宣教師のマクネアンは1911年、ムスリムの大いなる進歩の観点からアフリカ土地に入り、同地を所有せよとの信命を受けた。我々は、 イスラム教の首都が暗黒大陸を大いなる闇の中に追い隠す前に救い出さねばならぬと書いている。イスラム教は1940年代に再度国内に連来。第一次中東戦争によりパレスチナ系やレバノン系ムスリムがイスラエルからの迫害を避け亡命してきたためである。ネーション・オブ・イスラムが1974年ベリーズの支部を通して ペルーからアメリカ合衆国へ白金だらを輸入、主流派の魚市場に対するイスラム教の教えに基づいた代替物として売り出した。ムスリム共同体は1993年首都にモスクを開いたものの、後に財政難から閉鎖を余儀なくされている。もう一箇所モスクが建てられたが、同様の理由により閉鎖となった。建設中のバブールイスラムモスクペルーイスラム教会やシーア派、 イスラムセンターを含め国内でも少数に止まるイスラム教組織はすべてリマにある。2007年にはイスラム武装組織の支持者がペルーを経由してアメリカ合衆国に入国したとのデマが流される。2011年との南米諸国とともにパレスチナを主権国家として認める声明を出す。 abhttp://www.mrnet.org/. システム /.files/.library/.islam in latiname.pdf.ab.sheikh.fazana.islam and islamic groups.a worldwide reference guide.1992.abrea.henry.charls.inquisition of the spanish d-pendis. ページ三百二十一エンサイクロペディア of ・オブ・アフリカン・アメリカン・カルチャ＆ーヒストリー・ザ・ブラック・エクスペリエンス・イン・ザ・アメリカズボリューム四ページ千五百六十一サーバンツ・オブ・アラー・アフリカン・ムスリムズ・エンス・レーブ・ド・イン・ザ・アメリカズページ百四十七ハット・セントラル・インスティチュート・オブ・イスラミック・リサーチパキスタン・イスラミック・スタディーズボリューム四十五イシューズ一から二。 2006AB Bowser, フレデリック P, ザ・アフリカンスレーブインコロニアルペルーページ251、ルイス・カーデラック、レ・プロブレムモリスク・エ N ・ワ・マリーク、ページ293、ザ・アフリカンスレーブインコロニアルペルー1524、の1650、251、ABC、ラム、History of Islam in Peru h a t w a y EM、Islam and Missions, 1911、 カーティス、エドワード・イブラック・ムスリム・レディジョン・インザ・ネーション・オブ・イスラム、ページ105、ハット、h t t p w w w リビングンパー m p e c o m ニュース -4948 ローオーダー、アスターゲット・ムスリム・テロリスト、お、ハット、h t t p w w w ロイター r c o m アーティクル、2011、01、24、 アスパラステニオンズペルーアイダスター 70N5 ZW2011124? ありがとうございます。